それでは北村村先生、はい、ちょっとここで今 SNS で話題となっているこの映像をご覧ください。たまに重なり、ここを見ていただくとバッティみたいな形してますよね。扉閉じれば、はい、明日が生まれるなら、はい、遊ぼう、はい、一緒に遊ぶという行為のちょっと一例を出すとですね、うちで踊ろう、一人踊ろう、変わらぬことを弾ませろよ、生きて踊ろう、僕がそれぞれの場所で重なり合うよ、うちで歌おう、悲しみの向こう、はい、全ての歌で手をつなごう、生きてまた会おう、はい、僕がそれぞれの場所で重なり合えそうだ、はい、今は重なることを引いてはパーティーをお控えしてもらった方がいいかと思われますよね。はい、北村村先生、はい、本日は解説の方どうもありがとうございました。はい、どんだけ。ケツかゆい、むしろ玉もかゆい、心開いてよ、ケツをなめろ、ならしかくない。